続いてはですね、また藤山一郎先生のバックナンバーから昭和11年226事件が発生した時に発売をされたこの名曲をいきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。もうMC もつらい寒いぞ。とにかく皆さんご存知、東京ラプソディですね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます、どうもね。ということでございまして、もう路列が回りませんね。とっても寒いわけでございますけども、来月また2月にですね、こうやって昭和38年までの名曲の数々をご紹介してまいりたいと思います。果たして来月は最高気温何度なのか、それによって私の状況が変わってくるということでございます。本日もありがとうございました。菊池光でございました。